宝祖の神社は、京都府相良郡聖火町にある神社である。辻神天皇の時代に謀反を起こした、武派に安彦命が討伐されたとされる地に鎮座する。剣おかみなり命、共通種命、雨の小屋根の命の三神を祀る。創建時期は不詳だが新昇格直不詳に、宝祖の神四個山城国とあり、奈良時代には存在したと推定される。辻神天皇、 縁起式神明朝には、法祖の神社として記載されている。毎年正月更新の日より3日間にわたり、囲碁ム祭りが行われる。第10代主人天皇の時代に、部派に安彦命が無本を起こしたため討伐されたが、悪霊となってこの地に泊まって、田畑を荒れさせたため、村人たちは意味こもってこの霊を沈めた、という伝説に基づき行われている。昔は、 祭りの間牛や馬を隣村へ預け、一切の音を禁じ、精進料理を食し、いこもったという。1日目に新館が暗闇の中で行う、黒いの儀、2日目に松明を燃やす、おたのぎ、3日目に綱引きの儀が行われる。綱は藁に割りだけを巻いて作った直径約1メートルの輪に竹を6本取り付けた巨大なもので、うじ子が南北に分かれて3回綱引きを行い、 勝敗が決まった後、部ハに、安彦の処刑場所と伝えられる泉森に綱を運んで、燃やす。ありがとうございます。